からずっと変わってないんで。吐き捨てて何、はい、好き嫌いめっちゃあるの？めっちゃあります。え、何これ初めてもつ煮？今初めてもつ食べました。人生初？人生初。そんなやつおらんやろ。いやマジっす。マジで、マジで人生初、はい、豊かチャンネルでやっちゃった。豊かチャンネルでやっちゃいました、ね、やっちゃいました、はい、でも野菜食べへんの？でも野菜も食べないです。何食べるの？に肉、肉オンリー？肉、米、米、揚げ物、揚げ物、はい、不健康まっしぐらみたいな。全然そんなイメージせえへんのにな。そうなんですよ。でも高校生から、うん、まあ、今31歳なんですけど、うん、今まで体型、体重ずっと一緒一緒、はい、今日味噌煮込み、味噌カツ、はい、名古屋で。カツと、土手煮。土手煮、はい、どう？いや、めっちゃ美味しいです。めっちゃ美味しい、はい、まあ、これ、あれやけど、はい、動画なるけど、はい、まあ、俺の動画ってさ、ほんま途中から始まるやん、はい、なんでこう、メニュー揃った時点でやらなかったみたいな。もう食ってる。そう、ほぼ食い終わってから、面白い話で出てたから出すみたいな。野菜も食べんの、キャベツ、レタス、うん、この2つだけっすね。他食べへんの？野菜食べないんです。ピーマンとか食べたことない？あ、もう食べないです。今度食わしたろうな。そうですね、めっちゃうまいピーマン。そう、めっちゃうまい。そんなピーマン、バーベキューでやったピーマンとかないんですよ。あー、ほんまバーベキューね。もう野菜に熱入ったらダメなんですよ。もう拭いても出るやん。拭いても出るやん。あの牛吉野家とか行っても、あの玉ねぎファンいるじゃないですか、うんうん、あのこの甘い、うん、あの玉ねぎがええねん、もうあの甘さが許せない。許されへんの、はい、あかんやん。なんで見たんって。松田さん、ありがとうございます。聞いてないわ。あ、出張参戦でスクーターの。そうですね、今日スクーターと、あとまあちょっとあのジャンルは違うんですけど 125cc だけちょっと集めて。どうですか、河内長野から来たって言ったら普通どう思うんですか？バカやろ。バカ。あざーす、あざーす。まさかね、僕らも来るとは思ってなかったもんな。名古屋って少ないじゃないですか、大阪に比べて。で、今ちょっと盛り上げようってので今ちょっと応援で来てもらってるんですよ、ちょっと。津田さんバカやった、俺アホや。どっちもどっちやもんな。え、これの女は誰や？僕です、はい、僕です、はい。ほんまに腹ありネクソ鼻くそ、はい、ネクソ鼻くその高い。ノーマルじゃない。まあまあまあ、人間ノーマルじゃない。ありがとうございます。嬉しいんかな。まあまあ、でもいろんな人とね、こう交流持てるのはもういいことだと思う。こんなスクーターでこんな人に絡まれるとか回らないもんな。自分でいいように締めた。そうそうそう。いやいや、もういろんな人と出会えることがもう一番の財産やからね、ほんまに。ほんま、あー、いいこと言ったほんま。ほんま自分でも褒めたたえるね。こっちで住んでるのかなと思って。あ、いえいえ、もう重きし今日朝6時から出てきました。何時間かかった？4時間ぐらいやんな。4時間休憩しながら4時間ぐらい。骨今日このまま帰る。はい、今から帰ります。今日土曜日やで。はい、明日休みなんで、はい、ゆっくりしていったらいいんじゃない。いえいえ、もうあのさすがにこっちの連れと。いやいや、もう散々遊んだんで、もうはい、もうお腹いっぱい。お腹いっぱいやな。味噌カツも食べたしな。口の中味噌の味噌の味噌の味しかしてない。もう土手にも無理やり食べたな。土手ラーメンやってしまう。うわ、すごいな。今日20代ぐらい、20代十何代ぐらい、ね、集まって、もういろんな人と交流持って楽しかったね。はい、いや、もう本当そう言っていただけたもう。今はそうやけど、もうこの何ネットとかそのそうですね、つながりでね、はい、そうですね、そう本当に、うん、いや面白い、ほんま最高の褒め言葉いただきながら、はい、ね、大型バイク乗ってても名古屋まで乗るのちょっと嫌やわ。大型バイクでもいいや。高速乗ってきても嫌やわ。なあ、はい、逆に、あの数ヶ月前の僕が逆にこっちから松原の
彼らに会いに。それはこうなんだろうな。違う、一人じゃないですか。そう、僕、二血で行きますからね、嫁後ろに乗って、二血で行きますから。えぐいわ、ほんまに。8月炎天下の、まだ、うわー日焼けしてましたもんね。めっちゃ日焼けでも、俺が先に帰って さん、今日はありがとうございました。来た。浅田さん。突然来たな。浅田さん、ありがとうございました。今日もうほぼ昼からずっとっすもんね。ずっとっすね。ね、はい、いろんなねファンの方と交流を持ってて、ね、呼んでるけど。おかしい、ね、今日は4人でやるっていう約束だったのに。まあまあ、まあここカットするけどねえ、大体何台ぐらいですか今日も。いや、20台近く。そうですよ ね、ハンター株の人たち、モンキーとかいろんなねえ、でシグナスの方も3、ね、今日嬉しかったですね。ね、完全にしては1から5頭まで揃った。そうですね、白の3型の方とかね、うん、初めての方とか来られて、いや僕もいや本当に来てくれたなと思って。ねえ、後ろ向いてください。これちゃうパターンのやつ凍ってるやん。びっくりしたよ、ほんま。初めて見た時、ちょ、分からんかったもんね。豊かチャンネルバーガーね、はい、ほんま奥さんと一緒にね、ほんまに、はい、変わりましたよ、はい、今日一日ね、名古屋ね、ちょっとサプライズで、はい、ね、逆サプライズで。そうですね、はい、ガレージ発揮生のね、かっちゃん来ていただいて、ほんとちょっとテンプりました。はい、まあ、僕らもこんな豪華なゲストを来ていただいて、いやもうせっかくね行くんだったらちょっと嬉しかったね、面白くしようと思って、はい、はい、まあ、今後ともねちょっとガレージ発揮生豊かチャンネル、はい、はい、応援の方よろしくお願いします。お願いします。それではいつものやってもらいましょうか。行きましょう、はい、はい、ご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さんご一緒にスクーターなめんなよ、またね。名古屋また遊びに来ます。バイバイ、ありがとうございます。いやでもなんか今日もまあいい人ばっかりで、なんかめっちゃ、まあ、楽しかったっす。はい、まあね。
魚はすごい、はい、もう入ってあるってなんか、はい、すごい、すごいなんかもうパンって感じがするかな。そうそうそう。誰にもね、あっちゃん連れて行って今日よかった。あ、はい、あでも、僕も行ってよかったっす。ほんまによ喜んでくれんかったらマジでどうしようかなと思って。いやでもなんか思ってた何倍も喜んでくれたんで、すごい僕も嬉しかったっすね。ああはい。絶対でやってよかったもんな。はい。あれ動画で撮りたかった。ああ。寒いな。めっちゃ寒いっすね。めっちゃ寒いし、これどこよここマジで。カズ何時今日？え？何時？今日今もう時計もやる気ないわ、消えとるわ。11時20分やね。俺は岐阜から帰ってきてんの。もうやばい、寒すぎる。もう帰りしさ、鹿もおるしさ。そう、鹿こうピョン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 って言って、はい、ビューンって言ったら次ガードレールの向こうから顔取りめっちゃでかかったよな、あの鹿。しかもおるし、これぐらいだったよ。ひょっくりしてるやんみたいな。そう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 。かちゃんもうどうするよ。どうしましょう。もうとりあえずカップラーメン、カップラーメンで温まって、なんか豊かさんがおぶこってくれるらしい。おごろおごろ。あの獣道やばかったっすね。獣道やばかったし、間違えた。そう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 。しかも破壊石みたいな、確か怖すぎやろ、これみたいな。もうこれ道中撮れてないのがほんま。そうっすね。なあ、僕カメラボタン押すの全然忘れてましたもんね。ジンバルめっちゃ役立ってんじゃん、これジンバル。もう震えてもマジ寒いもん。寒すぎて。針やで、針、針、針に11時半今。晩の11時半。キチガイキチガイ。やばいよ。しかもスクッ。こんだけ針にバイクおってスクーター俺らだけやからな、ほんまに。やばいわマジで。おー、こんな遅なると思ってなかったもんな。そうっすね、やばいっすなあ。マジでやばい。もう針テラスに、針テラスに12時半に、え、11時半。もう日変わるやん。朝6時から走ってんのに。やばいやばい、これもうなんかね、あ、そう、味噌カツ、味噌カツ、うん、行ってから、うん、胃が痛い、胃が痛い。お前それカットやわ。言えるか。胃が痛い。胃が痛い。多分味噌のな酵素。あ、そうですね、今発酵してますね。なんかこう、はい、胸焼けみたいな。胸焼け、お前らほんまひどいな、ほんまに。ほんま、もし、おー、ハリテラスでね、ちょっとカップラーメン食うて帰りますわ。以上、現場からでした。文字主バグってる。もうバグってるわ。今バグってる。岐阜7時に出てここ針11時半。晩の11時半やもんな。そうそうそう、23時半やもんな。でカップラーメン食べるの俺ら。寒すぎでしょ。いや、もうていうか、もうもう間違いなく今日帰られへんもんな。もう、まあ、カップラーメン食べてちょっと頭おろ、温まって帰ろう。